はい、こんばんは。今日のおすすめ商品は、進化版リモコン付きのベッドサイドランプ、もえにゃんこ呼吸ランプですね。LED で、えー、充電方式となっております。間接照明としても使えて、多応とデスクライトにもなりますね。えー、USB 充電式です。日本語取り 扱い説明書付きで1年間保証がついております。Amazon で大変人気の星5の商品。お値段が2000円となっております。プライム会員さんは配送料無料です。リモコンでね、えー、いろんな色に変えることができる萌えにゃんこの LED ランプの進化版です。早速見ていきたいと思います。はい、えー、かわいいですよね。 はい、えー、こちら、1人暮らしのね女性の方にも男性の方にもおぴったりですね、部屋に、えー、帰ってきて電気をつけると、おこちらが迎,迎えてくれるといった癒しにもなる大変ね、えー、もえにゃんこの,この笑った姿が非常に、えー、愛くるしいですよね。早速、見ていきたいと思いますすこれが底の部分でで電源です。 でえー、ここが充電用の端子となっております。マイクロ USB の付属のコードで1本ついてますんでね、はい、えー、これですね、はい、これで充電してもらうと、充電方式なんでね、非常に経済的です。それと、リモコンがついております。後でやってみせますね、はい、リモコンを使うときは、こちらにある透明シールを取って引き抜いて使用します。 でえにゃんことこれがリモコンですねはいはいリモコンの面を今じっくり見せておりますこういったことができます今からねやってみせますんでしばらくお待ちくださいそれと取扱説明書です日本語の取扱説明書がついております、まあ、リモコン部分ちょっと拡大あちょっと揺れましたね拡大しますけどこんな感じで、はい、操作ができますしばらくお見せします まあ、こんな感じに。シリコン製ですね。プラス ABS です。非常に柔らかく、お子様がいても安全です。安全設計で赤ちゃんが寝ていても大丈夫な設計となっております。まず電源を入れます。はい、入れました。こんな感じですね。はい。で、ピントを合わして。はい。で、リモコンがこちらにあるんで、まずオンオフからやってみます。はい、消えました。オンです。 でこれで照度調整でですはいこれで明るさが最大です。これではい最低です。これで中間です。で色を変えます。はいこのパープルにします。グリーンにします。レッド系にします。でさらにこういう淡い色このお好みの色に変えることができます。 まあこれなんか涼しいですよね。夏場はこういった色に変えるとか、自分の気分次第でね、はい、緑系ですね。えー、あと、紫系の薄いやつから濃いやつへと変えることができます。はい、こんな感じですね。で、これを押すと、はい、色が周期的に変わると、はい、言ったものですね。それが一番上です。これが、はい。 これもそうで,す、ね、でさらにここを押すとこんな感じで変わりますさらに一番下を押すと一番下をはいこうですねでこうですモードが選べますねこんな点滅モードになりますはいこれがここですねこの速さはここです このモエニャンコの方に向けて赤外線なんでね、えー、向けてほしいですね。はい、もう一度やってみます。はい、これが点灯パターンです。点灯パターンを変えるのはここですね。ここの、はい。で、もう一度。はい、こういった感じで点灯パターンを変えることができます。で、ホワイトに、ホワイトにしたかったらこれです。で、明るさの代償はこれです。 はい、一番明るくしてます。で、オフがこれです。はい、えー、リモコンはこんな風になっております。はい、非常にかわいい、もえにゃんこのリモコン式ですね。えー、店頭がこれです。萌えにゃんこに向かってこうするという風になっております。また、これ消していてもね、えー、リモコンがない場合でも、ベッドサイドに置いておけば、頭を叩けばですね、あ、ごめんなさい、オンにしてですね。 オンにして頭を叩けば色が変わって消えます。はい。こんな感じですね。オンにしといて、スイッチはオンにしといて叩けば、はい。こういうふうに、スイッチの代わりになると。リモコンがなくても叩けば、はい、消えますし、叩けば、つきます。こういった感じで、まあある程度リモコンでオンにしとくかあ、そこで、ここでも切ることができます。 メインはここですね。ここを入れてもらって、はい、えー、振動で変わりますんで、はい、子供さんにも非常にいいと思います。また、父の日でもね、プレゼントすると喜ばれますよね。えー、2000円でね、これだけ、えー、できるというのはすごい、えー。1年間保証がついて2000円。低価格で、えー、誰にもらっても嬉しい。誰がもらっても嬉しい。リモコン付きです。 えー、こちら CR のボタン電池。こちら CR2025 は、まあダイソーとかで100円で売ってますんで、簡単にお買い求めできます。またこちらは充電式なんでね、えー、経済的です。はい、萌えにゃんこの今日のおすすめ、僕の超おすすめ、進化版リモコン付き、萌えにゃんこ呼吸ランプの LED のご紹介でした。最後に点滅して終わりたいと思います。 はい、えー。こういった感じで完全に真っ暗にします。では、皆さん、さようなら。よかったら、あーリンクから飛んでみてください。おやすみなさい。では、またです。さようなら。